今回は僕のオリジナルチューニングのドロップ G チューニングというのをやります。どうするかっていうと、まず5弦を1音下げます。それから今度は6弦ですが、これをずーっと下げます。どんどん下げます。どれくらい下げるかっていうと、5弦の1オクターブ下、かなり下げますね。こんな感じです。なんかギターにベースが加わった